えー、今日の話はですねあの批判とかそういうのではなくて、えー、私はあの幸いにしてですね高度成長の時に成長して会社にいてそれで、えー、まあ定年退職とか私の場合は、まあ、仕事50歳で変わったもんですからまあ定年退職っていうのは全然違う形なんですが、えー、まあ私の友達なんかが定年退職になる頃ですね、まあ、日本の経済が駄目になり ええー、お年寄りが増えですね。まあ年金の危機が将来非常に叫ばれるというふうになりました。私は非常に順調でしたが、それでももらえると思っていた年金からですね、結構な金額の介護保険料を取られたりですね、まだ勤めているのに健康保険が厚生年金から外れたりですね。まあ何ていうかもうじょ涙もないというような感じの老後なわけですね。 普通の人はもっととひどいと思うんですねそれでまあ今日の話は、えー、今40とか50の人についてですねちょっと年金の基礎知識とかですねそれからあのまあ政府とか厚生労働省は都合のいいことしか言いませんので本当に僕たち自分の一生を自分で過ごす人それはもう当たり前なんですが、まあ、そうしたのためにですね少しでも えー、力になればと思って、えー、録音するのでちょっと見かけは批判的に若い人に批判的に見えるんですけどこれ批判ではなくて事実をですねそのまま述べたいと思うんですね。えー、と現在ですねあの年金というのはどっから出てくるかっていうとあの国民が働いた分しか出てこないんですね。これはもう決まってるわけです。 で私たちこれいい割じゃないんですよ全然いい割の話じゃちょっとのけて話とあの聞いてほしいんですが私の時代はですねサラリーマンってみんな猛烈サラリーマンだったんですよ商店街もそうでした朝7時頃から活動し始めて、まあ、夜の11時頃まで仕事してましたねいろんな形で、まあ、通勤の長い人もいるしいろんな形があったんですが、まあ、いずれにしても7時から11時までえ家族もみんな協力してくれて えー、もう一途に働いたんですね働く時間もすごく長かった残業も非常に長かったで富を蓄積してその富を今は僕らもらってるんですよ、まあまあ、長期的に言えばだから我々年寄りはですね今比較的お金もあるんですねそれが恨まれてこの前あのえー 高齢者から自動車免許を取り上げると何事かって言ったらものすごい若い人からバッシングを受けたんですが若い人がですね現在の年寄りが非常に裕福であるということお金を持ってるということに対して反感を持ってるということはよく私分かってるんですが実はね働かななければ年金もないんですよね今あの政府がやってるのは例えば男女雇用均等法とかですねそれから、えー なんかか働き方改革とかですねそれからプレミアムフライデーってありますけど簡単には全部サボる方法なんですね。男女雇用金等法ってどういうふうにサボってるかっていうとあのじ男性も女性も働くって言うならこれ全然いいんですけどそうじゃないんですよね。女女性性のの平均賃金はは半分なんでですよ働く女性は今までのお 妻よりか待遇が悪いんですよ、ね、年金的には今それ問題になってますけどねだからこれやっぱり賃金全体的に減ってるんですよそれからもちろん働き方改革っていうのはですねこの前もタクシーの運転手が言ってましたけどいやもう働き方改革でひどい目に遭いますとこれまでは車庫に帰る時にまあ一回やって車庫に帰る時間が例えば7時とすると7時からちょっと遅れてもですね 最後の売り上げが上がってれば認めてくれたと。しかし今度働いた改革でですね、7時、車庫に入るなら必ず7時に入れと。こう言われると。やっぱり売り上げ減っちゃって困るんですよっていうわけですね。あの連休もそうですね。10連休でも私たち困るんですよって言ってたけど、まあ高級官僚はそれでいいんでしょうね。まあ給料もらってますから。それからあの、プレミアムフライデーなんかもそうですよね。なんか月に1回金曜日は。 3時に仕事終わって帰るとしたらもちろん日本全体の人の働く時間が減ればいいかどうか別ですよいいとか悪いとかいうのは議論全部のけていてくださいそしたらですねもちろんに日本全体の,あの賃金が減りますからね稼いでんのがそれは年金も減りますあとは年金のシステムをどうするかっていうだけですがいずれにしても基礎的な金額が下がってしまえば貧乏になります 本当にそれでいいのって感じなんですがどうもね最近の皆さんの議論を聞いてると労働はさ仕事はサボりたい年金はうんともらいたいって言うんですかそんなのないんですね。うん、第一ですね、えー、と今の年金ってのは嘘をついてるんですよ。今み立て型年金って言ってるんですが積みたて型年金っていうのは例えば私が働いてる時に積み立てたの年金としてもらうだから、まあ、銀行に貯金してるのと基本的には同じですね。 まあ自分で貯金するのが辛いからとか、まあ、昔は国が運用したら有利に運用できるとあったんですけどそれは口で言うだけで現実はそうじゃありませんでしたので、まあ、それはないということですね。で不型っていうのが現在の若い人が現在の年寄りに年金を渡すってやつですね。まあこれだったらばいいんですけどこれはやっぱり反感もあってダメなんですね。それが将来若い人が少なくなっちゃうっていうことで現在にあの年金の決め手はですね生活保護だと考えられてますっていうのは 年金のようにですね若い頃働いて年取りでもらうっていうのはもらうって言ったってその年取りにあげるのがいないんですよ。積み立て方にしますとねやっぱりインフレ率っていうのがありますから例えばまあ2000万円積み立ててもですねまあ500万円もらえればいいっていう感じになっちゃうんですよね積み立て方だとちょっとこれは詳しい計算は僕の本なんかにも書いてあるんですがまあそうなっちゃう。だから結局付加型的なもんじゃなくちゃいない。で ももうう定年はもうあっちゃいいけないんですよね、えー、生活保護っていうのは定年は働けるまで働いて定年なしでそして働けなくなったら病気の人と同じように生活保護をもらうっていうそれで生活保護も働きの働健康上働ける人はもう生活保護を渡さないとだから生活保護をもらう人っていうのは病気とかそういう障害で働くことができない人だけ 年に関係なく、えー、生活支援をするっていうしかないんですよねで、非常に重要なのはこの現実を目の前に見るっていうことなんですね覚悟をつけるっていうことなんですねだから一番いいのはあの政府に働きかけて選挙とかそういう時にそれで年金をなくして、えー、定年もなくして、えー、生活を,を一本にするっていうことを今の若い人が政府に働きかけなきゃいけない政治家にまあ、これが第一だと思いますね それからまあ、それはまあ、自分の力だけじゃできませんから、それと並行して自分一人の力で、50歳から100歳までをどう生きるのかと、まあ、私の言ってる第2の人生なんですけども、それを自分で考えるってことですね。50歳の時にどのくらいの貯金を持っててやるのか。まあ、年金はもうほとんど当てになりません。まあ、月に2万から3万ぐらいと思っておいていただいていいと思うんですね。だから、そうすると今度働かなきゃやない。 一応ね、あの、定年をなくしてほしいんですけども、定年もある程度、70歳ぐらいではあると思うんで、50年間で70歳までっていうと、たった20年間しか勤められませんからね。それも、まあ、現役の頃よりか、給料は少なくなりますから、だからまあ、現役の半分と見てたらいいでしょうね。そうすると、今はだいい四420万が平均給料ですから、210万円ということになりますのでね。 まあ年金がもう多分ですね年に60万ぐらいになっちゃうと思うんですよ。それに210万で働いてやっとやっとということになるんでえいい老後は過ごすことができないんですね。ただこれはどこに文句言ってもしょうがないんですね。まず第一に僕らは働こう。若い人がもし豊かな老後を暮らすためにはですねまずうんと働かしてくれっていうことなんですよ。 働き方は早く家に帰った方がいいなんてやめてくれと。残業もさせてくれと。ですね。そしたら貯金も少し出ますんで。労働時間も増やしてくれと。そして、定年もなくしてくれと。一生懸命働くから、その代わり、豊かな老後も過ごしたい。一生豊かに過ごしたいっていう、そういうんじゃないとですね、老後で年を取りましてね、えー、病気、あの、体も動く、うまく動かない。 ご飯食べてもあんまりいしくないそれでですねやっぱお金がない,ったら辛いことなんですよこれやっぱりまだ将来のことなんで若い人あんまりはっきり思ってないと思いますけどもこれはもう若い人自分たちの力でねやっぱりこれを覆すってしないといくら年を取ってる人が今の年を取ってる人が裕福にしてるからそれを恨んだってね私は自分の人生を豊かにすることはできないと思います。